はい、皆様こんにちは、キアです。なんと緊急情報が入りました。僕は福岡県に住んでますが、なんと福岡県福岡市油山にね、エミューが脱走したという速報が入ったので、もうニュースを聞いて即座に出動しております。消防車で、なんか半年前ぐらいも近くで飼ってるエミューが1匹脱走して、警察が何日もかけて、捕まえたという、ニュースをカナダに見ましたが、その時はね、なぜ俺がいなかったのかと、俺がいたら絶対流暢に即座に保護して、警察に差し出してたのになっていう、すごく罪悪感と後悔がありましたね。そうしたらなんとまたです、エミューが出てます。まあオーストラリア人として、我が国の鳥エミューが脱走したという、すごく責任感のある、ね、ことですよね。で、責任感を感じながら今から、一晩ぐらいかけて山を捜索し、警察のためにね、そして飼い主のためにもエミューを保護していきたいと思います。それでは行きましょう。時間がありませんこういう冒険大好きだよ。はい、それでは到着したので、行きたいと思います。それでは、散策に入ります。散策に入ります。オーバー、行きましょう、エミューの習性と性格的には、すごくおとなしい鳥。他の動物と違って人間とか他の生物に驚かない、普通に触れる逃げていかないような優しい鳥たちです。日が暮れるぐらいまで、探していこうと思っております。ちょっと僕、動物を引き寄せる力は少し自信があるので、こういうところにね、そういう力が発揮できると最高ですね。こんにちは。エミュー見ませんでしたか？いたぞって言って、そうですね、オーストラリア出身なんですけど、うちの鳥が迷惑かけてるようなんでちょっと責任感を持ってありがとうございます。情報、先ほど通った女性の情報から言いますと、1時間前に山頂でなんと目撃情報があったみたいです。正直会えるわけないだろうっていう覚悟で来たんですけど、ちょっとこれはマジ燃えてきた。捕まえてやりましょう。福岡市です。福岡タワー、そしてエミュー捜索隊、あと30分ぐらいで先ほどの女性が言ってた山頂付近です。行きましょう。エミュー見られました？いや、見てないです。別に私はやっぱ全員見てないみたいな。あ、そうなんだ。見ました、ありがとうございます。頑張ってみてちょっとずつ森が開けてきました。ちょっとね、習性的にこの辺にいそうな雰囲気もしますね。まもなくちょっと山頂です。会社終わった。くそ、エミューと思ったのに。惜しかったね、今の。超心臓爆発だったね。2.6 キロ歩いてきました。もうここどこにいるか分かんないからね、1時間前にいたっていうんで、ちょっと警戒態勢マックスへ行きたいと思います。やばい、やばい。エミューの糞だ。しかも新しい。これいるんじゃない？マジ？あ、やばいやばい。エミューの羽がある。エミューの羽です。え、やばい。めっちゃ散らばってる。あ、やばい。これやばい。これ。待って、これやばい。これがあるから、あ、また羽ある。これがあるから冒険はやめられないんだね、マジで。やばい。やばい。エミューの鳴き声した。よし、行く。あ、ここだ。おお、
ああ、足悪くんだ。大丈夫だったかな。一旦休憩しましょう。ちょっといいね。今大きなエミューが内密の方に救われています。さて、トントントン、今車へと乗せられました。今エミューが車に乗せられました。あ、もうすごい、僕もオーストラリアなんですけど、同じ国の鳥として、あのすごい目優しくて、野生のエミも触れるぐらいの性格なんですけど、すごいずっと一緒になでなでしながら、落ち着かせながら帰ってきました。オーストラリア、オーストラリアです。もうオーストラリア、オーストラリア、オーストラリア、日本。あ、オーストラリア、はい、途中されるんです。はい、そうです。エミ見てどう思いました？やっとなんかちょっと同じの感じるなって、可愛いなって思っちゃいました、ね。普段どこ住んでるか。僕、柳川に住んでます。柳川を拠点にして世界をなんか飛び回って冒険、自然とかの魅力を YouTube で伝えるための活動やってますね。今柳川から来たんですか。柳川が来ましたよ。はい、本当昨日夜の12時ぐらいニュース見て、これはとしてたけど、ビール飲んだ1個後で、もう朝一だな、でもずっと探して見つけましたよ。ありがとうございました。やばい、マジでよし、イエース、もうマジね、鳥肌、グースバンプ、バードスキン、鳥肌なんかもうね、山すごい広いから、もう本気で日が暮れる前にね見つけないとって思ったんだけどね、なんか糞とかあって、山頂付近からね、あの羽がちょっとずつあって、あ、この辺に出没してるなと思って、羽を 600m 追いかけていったら、なんといました。ちょうど僕たちが着く20分前に別の登山客がなんか通報したみたいで、それでね、あの飼い主が飛んできて、まあ独断、俺たちのチームだけでの捕獲にはなりませんでしたけど、協力できただけでも、最高な思い出になったと思ってます。それではまた次回の冒険でお会いしましょう。 See ya!